不機密な重力場において球体に作用する超積力。この効果は、図の右側のソースから発生する。矢印の長さは力の強さを示す。ブラックホールの事象の地平面、天の川銀河天体物理学におけるスパゲッティ化現象、スパゲッティ化現象、スプゲタファケーション、もしくはヌードル効果とは非常に強く不機密な重力場によって 物体が垂直方向への引き伸ばし及び水平方向の圧縮を受けスパゲッティのように細長い形状になる現象。これは極端な潮積力によって引き起こされる。ブラックホールが最も顕著な例で付近の引き伸ばしは非常に強力であり、どれほど強力な構造を持つ物体であってもこれに耐えることは不可能である。狭い範囲内では 水平方向の圧縮が垂直方向の引き伸ばしとの均衡を保つためにスパゲッティ化した小さな物体の体積は変化しない。スティーブン・ホーキング博士はブラックホールの事象の地平面を通過する際の架空の宇宙飛行士の様子について頭からつま先までの重力勾配によりスパゲッティのように引き伸ばされると表現する。この現象は特異点から発し人間の体の 一旦にかかる重力がもう一旦にかかるものよりも非常に大きくなることが原因である。例えば人間がブラックホールに足から落ちると仮定すると垂直方向に引き伸ばされるためにその足にかかる重力は頭の方にかかる重力よりもはるかに大きくなる。さらに水平方向には圧縮を受けるため体の右半分は左に、左半分は右に引っ張られる。 惑星に向かって落ちる4物体のスパゲッティ化現象惑星上空に4つの物体がダイヤモンド型に並んでいるとする。この4物体は重力電場のラインに沿って天体の中心に向かって動く。逆事情の法則により4物体のうち最も高度の低いものが最大の重力加速度を持つため全体の構造が一直線に収束するように伸びる。 ここで、この4物体がより大きな物体の一部であると考えると、合体は歪みに抵抗し、調積力のバランスを取るために全体をもじり、内部弾性を発生させて、機械的均衡を得る。この時調積力が大きすぎる場合には、全体が降伏し蘇生流動して、調積力の均衡を得るか、破壊されて、フィラメントあるいは、破片の垂直線を形成する。転出量を、 または、休憩質量による重力場では、重力方向に配合した均一なロットの場合、中心の調積力を一端部に積分することで、中心部における張力を求められる。これは、F イコール μULM4R3 と表される。不均一な物体の場合、中心の質量が大きいほど張力は弱く、端の質量が大きいと張力は最大2倍まで強まる。 加えて、中心に向かって、水平方向の圧縮力が発生する。表面を有する巨大質量物質の場合、張力は表面近くで最大であり、この最大値はロット及び巨大質量物体の平均密度にのみ依存する。例えば、質量 1kg かつ長さ 1m のロットと、地球と同じ平均密度を持つ巨大質量物体の場合、 超積力によって発生する最大張力はわずか0.4マイクロニュートンである。白色矮星の表面付近の超積力は、その高密度のためにはるかに強く、この例では0.24ニュートンまでの最大張力を引き起こす。中性子星の付近では、張力はさらに強力である。ロットが1万ニュートンの高張力を持ち、2.1。 太陽質量の中性子星に向かって垂直に落ちる場合、誘拐する場合を考慮しなくても、中心から 190km の距離、表面からはるかに離れた位置で崩壊する。このケースでは、超積力ではなく、熱により、物体が破壊され、人間が生存不可能となる。またブラックホール付近では、放射が存在しないため、超積力のために物体が破壊され、 人間の生存が不可能となる。加えて、ブラックホールには落下を止める面が存在しない。したがって、落下する物体は薄い紐状に引き伸ばされる。超大型ブラックホール付近の構成のクローズアップ超積力が物体や人間を破壊する地点は、ブラックホールの大きさに依存する。銀河の中心にあるような超大型ブラックホールの場合、 この地点は、地上の地平面内部に存在する。時間の問題ではあるが、地上の地平面に一旦侵入すると即時中心に向かって落ちていくことは避けられないために、宇宙飛行士は圧縮や引き伸ばしに一切気づくことなく地上の地平面を通過することになる。シュバルツシルト半径が得意点に遥かに近い小さなブラックホールの場合、超積力のために宇宙飛行士は、 自称の地平面への到達を待たずして生存不可能となる。例えば、重太陽質量のブラックホールの場合、30km のシュバルツシルト半径のかなり外側である 320km の地点で、常実のロッドは壊れる。1万太陽質量の超大型ブラックホールの場合、3万 km のシュバルツシルト半径のかなり内側である 3200km の地点で、 これが壊れることになる。銀河の現在の段階において、自然に形成される最小のブラックホールの質量は、太陽質量の2倍を超える。ありがとうございます。